はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は1900万ダウンロードチケットガチャ170連引きながら実写チャンネルについてちょっとやっていこうかなと思うんですけども、僕のツイッターにて先ほど、実写チャンネル作りましたというねツイートをいたしました。はい、まあその通り、まあものの1時間ぐらい前に実写チャンネル作りまして、もう動画1本上がってます。はい、ぜひともね概要欄に、まあ、これは貼ってるんで、ぜひとも見に行ってね、その感想をね、まあ、その動画に書いてほしいなとか、思うんですけども、まあ、なんで急に実写チャンネル作ることになったかっていうね、こと、まあ、そういう詳細をまた、あの動画、実写チャンネルで出そうかなとは思うんですけども、まあ、簡単に喋っておくと、まあ、なんやろな、なんか単純に実写チャンネルやりたくなったっていう、だけやな。大体のさ、ゲーム実況者の人ってさ、チャンネル2つ持ってますやんか。それちょっと憧れやったんですよね。うん、ダッサいんですけども、それに憧れ持っているっていうこと自体がダサいんですけどもね。そんなん関係なく作れやっていう話なんですけども、前々からの憧れが叶いましてね。はい。なんかさ、大体ゲーム実況やってる人って、実写と、そのゲーム実況チャンネルって分けてる人めちゃめちゃ多いじゃないですか。で、今まで僕、まあ、例えば漫画のことを雑談するとか、フィギュア開封、カードゲーム開封とかよくやってきたんですけども、ちょっとそれを実写チャンネルの方でこれからやっていこうかなと思いますね。だからガチモンで僕の趣味動画が溢れかえると思う。そんで更新頻度ゴミ。今1本目の動画40秒ぐらいの動画上がってるんですけども、この次に上げる動画いつかな。まあね、簡潔に僕の自己紹介動画1本目にやってるんですけどもね、はい、またさらに詳細な自己紹介動画はまあ年内にもう1本ぐらい上げれたらなぁと、そこで大まかな趣旨を、このチャンネルの趣旨を皆さんに伝えるみたいな感じの動画をしたいなぁって思っているんですけども、まあでもね、まあその通り TCG、トレーディングカードゲーム、フィギュア、漫画、アニメの話とかなんで、ほんまに興味ない人は興味ない。あとたまには生配信とかもやってみたいなぁって思うんですよね。まあなんでしょうかね、なんかよくわからんゲームのストーリー実況みたいな。なんか前々からよく言われてたんは、ポケモンとか、あと、龍が如くみたいなプレイ4の昔のゲームやってほしいみたいな声もあったんで、なんかそういうの、なんかたまには、実写チャンネルの方で生配信すんのも嬉しいかなと。あと、ゆくゆく考えてんのは、実写で生配信したいなって思って、てるんですよね。なんかよくありますやんか、なんか僕の世界の中ではもうゲーム実況やらへん時以外は生配信したらあかんみたいな感じの固定概念がね、頭にも釘付けされているんですけども、まあそんなん関係ないやん。なんか適当にその並んで、なんかよくわからんけども、それでスマホ1台でも今生配信できる時代ですから、だからそれで適当にコメントを見ながら皆さんに雑談するみたいな。でなんかよくわからんけど、時期になんかよれば、なんか夏休みとかになったらなんか物食いながらやるみたいな感じの生配信もなんか面白いんじゃないかなとは思うんですけども、まあでもね、主にやっぱこっちの、あ、これ重要なんが、実写のチャンネルにこれから力つけていくから、ゲーム実況全然やりませんっていうわけではございません。いつもこれからも普段通り、このゲーム実況の方に力入れて、まあ、実写チャンネルは申し訳ないがおまけという感じ。ほんまに時間が余った時、クソ、何このガチャ結果、星4ゼロというね、星5ゼロ素晴らしいんですけども、だからそんな感じで、ほんま気休め、だから主にカードゲームの開封が多くなるかな。だから例えばこれからやっていきたいなっていうのは、4月に
バンガードっていうカードゲームがあるんですけども、そのカードゲームと週末のワルキューレがコラボするんですよね。だから週ワルのカードゲームが出るんですよ。まあコラボなんですけども、それの開封動画ちょっと撮ってみたりとか、あとバイスシバルツっていうカードゲームあるんですけども、そのカードゲームと、東京リベンジャーズが来年の8月頃にコラボするんで、それもちょっとなんか声優さんのサインカード狙って開封動画みたいな感じの動画もなんかやってみたいなと思うんです。ぜひともね、なんか僕の趣味な興味ある人はぜひとも概要欄から、飛んでいってほしいなと、思います。よろしくお願いします。はい、まあ、ゆくゆくはね、なんか収益化とかもできたらいいなと思う。チャンネル登録者1000人が収益化なんで、1000人いったらなんかあの記念動画でも撮ろうかなと思うんで、ぜひともよろしくお願いします。というわけでラスト10連、誰が出るかなんですけども、なんか一番最後に神引きして終わろうかなと思います。ありがとうございます。まあでも2020年登場キャラクターなんで別に誰が当たってもいいんですけども、開幕誰ですか？はい、ボント。はい、素晴らしい。